スジクワガタは、こう注目、クワガタムシカ、オオクワガタ属、コクワガタ属の一種で、4アシュに分類されている。コクワガタと体型が似ているが、小型のオス、すべてのメスには、特徴的な筋がある。種商名のストライタイペニスとは、線状のある羽という意味。また、ディービナービスはシノニムである。小型のメス。上羽に筋が確認できる。 スジクワ型オススジクワ型オス体長は、本土のスジクワ型だとオスが14.5から39.0、mm、ミリメートルメスが14から24ミリメートル、コクワ型と間違われるほどよく似た形態をしているが、ミトコンドリア DNA から遺伝的には離れている種であることが明らかになり、オオクワ型よりも平たクワ型に近い仲間。オスの大顎は2つのうち歯がつながったような、 四角くに広がった大きいうち葉が一体と先端近くに小葉を持つ。メスや小型のオスの上羽にははっきりした縦の筋が狭い感覚で多数並んでいる。体色は黒色から赤葛色で黒和型と比べると体型は細く、同サイズでは先端の小葉がやや発達する。小型のオスでは内葉が消失し、メスよりも小さくなる。沖縄を除く日本全土、 朝鮮半島、台湾、中国河平地から山地までの紅葉樹の森林に生息し、人家の近くの小さな林にまで生息するが、低地での分布は局所的。生息数は、やや多く、日地が重複する、赤足クコ型、ワガ型などと混成する場合も、少なくないが、競合種の少ないところにまで幅広く適応しており、やや気温が低い場所に多い。一見すると、 クワ型と見間違えるような大型個体も存在するが、よく観察されるのは大半が小型個体である。地域によってはクワ型よりも個体数が多く見られる場所もあり、特に山間部などでは、両者の個体数に顕著な差が見られる。暑さには弱く、比較的涼しい場所を好む傾向がある。成虫は、活動期が5月下旬から10月であり、夜明けから朝にかけて、 活発に活動するが、北方地域や気温の低い山では、昼間でも活動している。紅葉樹の樹液などを餌にしているが、平地と産地では、生態がやや違うようで、平地では、クヌギやコナラなどの樹液に集まり、樹皮の隙間や、白筋カミキリや木刀がの幼虫などにより、形成された穴などを住処として生活していることが多い。産地では柳、水なら、 白樺などの樹液に集まるが、樹液を出す樹木が少ないため、ヒメオクワガタのように枝先などで、自ら樹皮を削る、もしくはヒメオクワガタのおこぼれに預かるように一緒か、その植根の樹液を吸っていることもある。樹液目当てに樹皮を削る行動は、ミヤマクワガタやヒメオクワガタなどにも見られるように、主にメスが行う。また、樹液だけではなく草の茎をかじって、 液を吸うことや落下した栗の実の中に潜み、それを食す例もあり、樹液以外にも接触対象としている。都市部のわずかな樹木の生える公園などでも生息できる、コクア型同様、わずかな、なお競合種の多い地域では、他の甲虫類が多く集まるような大量の樹液が流れる場所ではなく、他の虫が寄りつかないような少量の樹液の流れる樹木にひっそりと集まる姿も見られ、 同所的な住み分けとも言える行動を取る場合もある。飛翔移動も可能ではあるが、生息地周辺の路上を徘徊、樹木から別の樹木へ徒歩移動している姿も確認されており、積極的には飛翔しないようである。多種のクワ型と同様に生息地周辺の東下に飛来することも少ないながらあるが、常日の生態上の理由からか、近縁種のコクワ型と比較しても、 飛来数は極端に少なく滅多に見られない。メスは地上にある紅葉樹の小さめの朽木に産卵することが多い。成虫での寿命は6ヶ月2年である。産卵から約1ヶ月ほどで孵化した幼虫は、朽木の中で生活し、その朽木を食べて育つ。幼虫期間は約1年である。修霊となった幼虫は、翌年の春にサナを作り始めて約1ヶ月かけて、 さなぎとなり、さなぎになってから約1ヶ月ほどすると、羽かし、成虫となる。春に羽かした成虫は、約3ヶ月ほど経ってから、さなぎ室を出て、活動を開始する。晩夏から秋に羽かした成虫は、越冬して、翌年の春に活動を開始する。木の振動には敏感で、軽く木に触っただけでも木から落ちて、義子行動をとる。スジクワ型は、4亜種に分類されている。 スジクワ型、現名アシュ、ドーカスストライタイペニスストライタイペニス北海道、本州、四国、九州から口の選ぶ島、朝鮮半島。オス13、9ミリメートルから39、0ミリメートル、メス14から24ミリメートル。体色は、黒褐色。薬マスジクワ型 DES コヤ,イヤクシマ。オス20.5から40、0ミリメートル。 メス17から2 1トル体色は、赤褐色で光沢がある。スジクワ型、台湾アシュ、DS ゆしろい酒九の、1997大湾。死ゆとも、体調不明。副眼突起が発達。スジクワ型、中国アシュ、DS デビーで中国。4 0ト、mm、ルベトナムからも記録がある。足名は、 コンテネンテリス世界ナンバ、no. ーワン997とされていたが、この学名は2012年11月にシノニムとされた。ありがとうございます。